本日は OJT 型のクラウドソーシングを通して若手優秀人材の流通を滑らかにといった事業の提案をさせていただきます。今日本で何が起こっているかから話します。 IT の需要が増加してきていて、それに伴う人材不足が起きているなんてことは耳に新しくないと思います。またそのトレンドの延長線上に教育市場は成長を見せていて、例えば IT の専門学校だったりとか IT のスクールみたいなところに通う10代の若者のスキルは本当に高いです。そんな市場動向なんですけど、人手不足は解消していないし、育った人材は活躍できずに買い叩かれているなんて現状があったりします。なんでこんなことになってしまうかといいますと、その育った人材が正しく市場に供給されていない、そんな状態なのかなと私は思っています。例えば視点をミクロまで落とし込んでみて、インターンを例にしてみると、スタートアップの企業なんかは成長途中なので人材不足であることが多いです。またスキルを学んだ学生は経験を積みたいっていうふうに思っているので就労意欲が高いです。なのになぜ正しく流通しないのか、それは人材不足の企業からすると経験を積むことが目的になっている学生を採用するのは教育コストだったりマネジメントコストを考えると少し難しいです。また採用ができたとしても、そのスキルを生かしきれずに最低賃金で単純作業をさせるみたいなことも珍しくはないです。そんなことになっていては、せっかく育ってきている若くて優秀なスキル人材が市場としてもったいないですよね。なので私はこうあるべきだと考えています。教育機関がもっと OJT 教育を行ってから市場に送り出すべきなんじゃないか。現状はこうです。教育機関はスキルの教育をします。学生は経験だったりとか実践の場を求めてインターンだったり就職といった形で社会に出ていきます。これだと OJT が就労先の企業になっちゃってるんですね。ではなくて、教育機関がスキルの教育をした後にしっかりと OJT の教育もすることで、学生は経験を積みに社会に出るのではなく、価値提供を行ってお金を稼ぐことが目的として社会に出ることができます。またこの OJT 教育の質次第では、フリーランスとして活動することやインターンなどではなくて、いきなりポスト人材だったりとか、あとは社員と同じような裁量権を持った状態で企業に入ることができると考えています。ではそのようにした OJT をどうやって作り出すか、教育機関と連携した学生学習者クラウドソーシングを通して本物の OJT の機会を創出します。具体的にはこうです。学生はプラットフォームのサポートのもと、企業から業務委託で案件を受けることができます。メンターがつくので、しっかりと納品物のクオリティは担保されますし、学生は案件を通して自分のスキルで価値提供を行うことだったりとか、自分のスキル自体の市場価値を理解することができます。また発注側の企業も普通のフリーランスに発注するより少し安めに発注することができるという利点だったりとか、若い学生に対して将来の採用の布石になるといったこともあります。教育機関にもしっかりとメリットを作っていて、学生の就労状況だったりとか企業からの学生の評価情報を参照することによって、自分たちの教育がしっかりと社会に役立つものになっているのかだったりとか、学生のケアだったりとか、そういったことに役立てることができます。またこのプラットフォームの一番の目的は OJT なので、学生のハードなスキルだけでなく、ソフトなスキル、コミュニケーション能力だったりとか、責任感や実行力があるか、そういったところもしっかりと指標化していきます。ハードなスキルとソフトのスキル、またこれまで教育機関で受けてきたカリキュラムだったりとか、プラットフォーム上で受けた案件の情報をデータベースとして管理することで、優秀な若い人材のデータを大量に抱えた唯一無二のプラットフォームになることができると考えています。フューチャープランとしては、第二新卒の人材などもターゲットに入れて、 OJT 案件の先に挑戦を支援するようなメニューを作ろうと思っています。就労だけでなくて、企業だったりとか、あとは大企業での新規事業部への挑戦みたいなところですね、がサポートできればなと考えています。確かなスキルと経験をもとに、多様な選択肢を持つ若者を多く市場に輩出することで、私たちは最終的に市場における優秀な若手人材のミスプライシングを訂正し、日本の雇用環境をディスラプトしたいと考えております。素晴らしい、ありがとうございます。なんですけど、グラフあるじゃないですか、人って、はいはい、この研ぎ澄ましたところをどうやって見分けるんですか。研ぎ澄ましたところ、どういう能力が強いかみたいな、ハードに置いてはすごく簡単で、はい、今までに受けてきているその学校でのカリキュラム、例えばその AI 系のカリキュラムをいっぱい取ってるんだったら、あ、この子は AI の技術が強い、
要になるとか、デザインのカリキュラムもいっぱい取ってるなら、この子にはデザインの案件を任すことがいいみたいなところを、学校側がどういう授業を受けたとか、どういう成果物、学校の宿題みたいなものですねを出しているかみたいなところをプラットフォームで情報提供するので、発注側の企業はそれを見て、あ、この子はこれが強いんだ、じゃあこれお願いしようみたいなことができます。あ、なるほど。で、その子がもしやりたいことと好きなことがちょっと違ったりしたらどう？例えばこの開発のスキルは強いけどやりたいことはプロダクトマネージャーみたいなとかの場合は、そのやりたいことの案件を受けるのにスキルが足りないっていう時はメンターがつきます。そこでメンターの仕事ぶりだったりとかアドバイス受けたりとかっていうふうに吸収しながら、それ、まあ、まさに OJT ですね、成長していくことができます。むちゃくちゃいいじゃないですか。ありがとうございます。最高です。本当に今の10代のスキル人材って優秀で、学生の枠を飛び越えたアウトプットが返ってくるんですよ。スキルとしては全然30代40代とかでお金もらっている人たちと同じぐらいのスキルもあると思っているので、うん、いきなり40万50万みたいな風にタレントとして入るみたいなのが当たり前になるような時代を作りたいと思っています。できるね。やります。正直クラウドファンディングであなたがこうやってプレゼンをしてメイクマネーサバイブに出たぐらいで何千万かぐらいは集まりそうな気がするの。ただその後は多分続かねえだろうな。自分の思いがどこにあるかみたいなのがすごい、経営的にどれくらいのインパクトを与えれるようなものなのか、受注予測みたいなところにもかかってくるのかな。本当にこうお金を払っていただけるみたいなお客様っていらっしゃいますか。投資成立か成立か。おー、なんとなんと。メイクマネーサバイブ。